え本日6、9月13日の朝6時40分の相場解説です。もう1時間だけ見ていきますね。えー、昨日お知らせした通り、えー、と昨日は、どこまで行ったかな。ちょっと昨日忘れちゃいましたけども <laughs>。えっとね、あと上がりましたね。結局価格は。価格が上がって、まあ、こんな感じで上がったんですかね。一旦、その、調整があって上がりましたね。で、ここで、 買いでエントリーするということでした。そして買いでエントリーすると、下がりっぱなで、こうカットすれば、この間が取れましたよねってことなんですよ。この間がね。この間取れてますよね。昨日の解説で取れてくださいよ、これは。で、その後、また調整が入りますよってことだったんですけども、調整が長かったんですよね。救いだったのはこれが深夜に起きてるってことなんですよ。で、今朝起きたらこうなってるんで <laughs>、えっと、また深い調整ですね。この場合は、あと、ね、安値切り上げが、 ここでではなくてここで起きて,いたってことですよ、ね、こ起き終わっちゃってるわけですからですからこういうふうに見るのが正解かなと思いますはい高値切り上げですけどもここですよねでここですよねでここですよねで今度はもうこれ超えてますからこの辺こ,ここかここで切り替わってるのかなって形でございますそういうふうに見ていくとチャンネルラインがおおよそこういうふうに引けるんではないかなと思いますね うん、まあこう考えていくともう一回今下がってますよね価格下がってますよねここですよ下がってますよねで、これがまた調整に入りますから、えー、まあいい感じのところでまたね買いで入れば取れるんじゃないかなと思いますじゃあどこがいい感じのところやねんって話なんですけどもおそらく私が考えるのはここですね、えー、この包み足が出てるところ包み足こういうところで私は判断します包み足が出てますよねってことですよ がが出てて大きく下がっていますで逆にこちらの方で、えー、っと実践になりますけどもあーこう反転して大きく上がってますよねヒゲ、えー、を出しながら実践でどん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 と赤いのがどん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 ね繋がってますよねだからサンバガラスの逆です何、えー、て言いましたっけサンバガラスの逆赤が連続して出るとその後も勢いつけて赤が出やすいってやつですね忘れてしまいましたサンバガラスの逆何でしたっけ <laughs> まあサンバガラス、ちなみに言いますと、あのー、これ青ですけども、黒いカラスの色が3つ続くと、その後も、こういう風にね、下がりやすいよって話なんですよ。で、逆に赤いのが3つ続くと、上がりやすいよって話なんですけどもね。サンバガラスじゃないやつ。<laughs> すいません。えー、そんな感じですね。まあ、今日も買いで入るには、の絶好の日ですよね。いやー、最近稼ぎやすいですね。はい。では、ありがとうございます。